はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。2月は22日の木曜日でして、今日は寒いですね。千代田区6度で、この辺は15度ですね。もうですね、空気を入れ替えて、サッシを閉めました。しかしこのアルミサッシ、昭和のアルミサッシというのは本当に外の空気をよく伝えること、本当に、なんでこんなの使ってるんでしょうね。これあって窓勝手に変えられないんですよ。変えてほしいなと思うんですけど。はい、まあそれは置いときまして、ですね、これザクザク昨日出た記事ですかね。元徴用工訴訟で初の実害、韓国で異常な手続きが強行、舐められた岸田首相の遺憾法、効果あるのかってありません。はい、報復カードを切れというですね、ザクザクらしいタイトルの記事ですけど、韓国で異常な手続きが強行された、いわゆる元徴用工、改革で元徴用工ってなってますよ。あのほとんどの人は徴用ではないんですよ。あの応募校なんですよね。応募して働きますってやってきてたんで。で、訴訟をめぐり、日立造船の供託金6000万ウォン、約670万円が奪われるという日本企業として初の実害が出たのだ。日韓間の請求権問題は1965年の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決している。韓国のユン・ソンニョル政権は昨年の3月、政府傘下の財団に賠償金支払いを肩代わりさせる策を発表し、日韓両政府は関係正常化で合意したはずだった。岸田文雄政権はその後、通貨交換協定を再開させるなど、韓国に配慮したが、まさに恩を仇で返された。国民の生命と財産を守ることは政府の最も重要な責務である。安倍晋三政権では具体的な報復カードを準備していたが、舐められた岸田政権は対抗措置を発動するのかと。まあ、毎日この問題やってますけどね。あの、このままね、岸田政権何もしなければですね、岸田文雄という政治家はですね、外相時代に2回、総理になってから1回、韓国に騙された政治家ということになりましてですね、まあ、松代までの恥ですね。ところは本人は全くそういう自覚はないんですね。というか、まあ、なんて言いますか、自分の頭でものを考えられない人間ですからですね、これがどういう意味があるのかということをですね、自分の頭で理解できないんですね。これ騙されてるっていうことがどういうことなのかっていうのはですね、まあなんていうか、こうなんていうか、自分の頭でものが考えられない人って悲しいですね。いかにやばい立場であるかっていうことをですね、気づいていないわけです。もちろんこの問題ね、例えば上川陽子って今外務大臣ですけど、あの人は、あのおばさんは親韓派らしいんですよ。だからですね、あんまりことを荒立てたくないという立場なんでしょうね。一応ですね、中日大使とか読んでですね、抗議はしてるようですけど、何か報復をしようというような感じではないですね、今のところ。まあ、岸田は何事もやること遅いんでね、もしかしたら準備をしているのかもしれませんけども、ただ、今、岸田とユンさんはですね、仲良しでしょ。岸田の頭ってすごい単純ですから、あの仲良しのユンさんをいじめたらあかんぐらいに思ってるんちゃうかと、お前な、外国はそんなことちゃうねんぞというふうなことをですね、あの人の岸田の感覚じゃないんちゃうかなと。いう気がします。岸田唯一ですね、あの外国の首脳でですね、仲がいいのはユンさんなんですよ。バイデンと仲がいいとは思いませんからね。アメリカ側って基本的に日本に今の内閣、岸田内閣を不審に思っています。特にですね、一旦外した林芳正をまた官房長官にしてるでしょう。あいつのせいでですね、閣議は中国に筒抜けというのがですね、基本的なアメリカの理解事項なんですよ。だから日本にはですね、機密事項を言ってこないと思います。言ってきていないと思います、今は。なんで、まあ、同盟国を、ね、向こうにおっしゃるようなことをしてはいけないということでですね、岸田を一応優遇しているというだけの話であって、バイデン政権は岸田政権を信用していません。これはですね、アメリカがそういうふうに考えているということは、他のヨーロッパもですね、アメリカはそうらしいで、あんまり日本信用しないらしいでということになって、右へ習いになってるんちゃうんかなという気がしますね。特にイギリスなんかはアメリカと通貨ですからですね、あるいはカナダ、オーストラリアもそうですね。カナダ、オーストラリアはイギリスと通貨ですからですね、これはそういったですね、価値観というか、岸田政権への評価は
共有されてるんだと思います。まあ、邪険には扱われませんけどね。だって邪険に扱うと日本は中国に行ってしまうというふうに、彼らは思ってくれているかもしれません。行けるわけないんですけどね、でですね、このままですね、この日立造船の損害が確定したわけですけど、ほっときますとですね、キッシャンは外相時代に2回、総理になってから1回でしょ。外相時代の2回は、1番は慰安婦合意というのがありましたね。2015年やったかな。ちょっと忘れましたけど、の12月やったと思いますけど、その時の外務大臣が岸田なんですね。岸田が相方のカウンターパートの外務大臣と話し合って政府間合意に持っていったわけです。まあ、その政府間合意に持っていったというのはですね、岸田らしいこの真面目な人柄で持っていったんですけども、その次のですね、パク・クネの政権の時だったんですけど、その次のですね、ムン・ジェインが保護にしてしまいました。結果的に岸田は騙されたということになります、はい。で、その次にですね、佐渡ヶ島をですね、世界遺産かなんかに登録するという動きがあったとき、向こうの外務省からですね、特に文句はございませんという言質を取っていたにもかかわらず、それをひっくり返されました。ギャーギャー文句言われてますまあ、これもまた騙されたというべきでしょうね。で、今回はですね、ユン・ソンニョル大統領からですね、韓国国内で解決すると、財団を復活させてそこからお金を払うことで解決ということでですね、一応握ったわけですよ。で、それもですね、こうやって次から次へとですね、変な判決を出されてですね、で、挙句の果てには実損が出ました。これもだから騙されたと言えるでしょうね。それぞれですね、約束した相手方が騙したわけではないんですけども、その国としてですね、騙してるわけですね、岸田を。なんでですね、こんなん別にね、人が変わったからって言って、国と国との約束がですね、ひっくり返されたらたまらんでしょう。そこは厳正に対処すべきであるのに、岸田は、この騙されたという事実をですね、こう分かっていないというか、理解しない。国が国に騙されるということはですね、あってはならないことなんです。昔だったら戦争です。それをやられてるわけですよ。それで黙ってると。今のところなんかですね、大きな、まあ抗議はしていますけどもですね、大きな動きにはなっていませんね。まあ、この後どういう対処をするのかということですけども、黙って見ているようでしたらですね、保守層はこうどんどん離れていきますね。昨日言いましたけど、ネトウヨで少なくともですね、自民党の得票は 4% ポイント減るだろうというふうに言いました。で、その他普通の保守層ですね、いわゆる普段は自民党に投票している保守層がですね、岸田はあかんでということになってですね、さらに減るでしょう。だから今ですね、やけくそ解散するとかせえへんとか言うてますけど、今やけくそ解散したらですね知らんで、そんな、それこそですね、自民公明でも過半数いけるかどうかというところまで減らすんちゃうんでしょうかね。あまりにもやっぱしね、岸田イメージが悪すぎます。保守層から見て今回決定的にアウトでしょう。で、その他の一般的なふわっとした自民党の支持層から見てもですね、あかんでしょう政治資金なんたら法とかですね、なんでですね、かなりやばいと思いますよ。で、次の総理というてもですね、岸田自分で辞める気全くないですからね。解散総選挙やってですね、負けたところで、多分大負けしたらですね、もうやめろっていうことになるでしょうね。で、大負けしなければですね、もう代わりがいませんから、続けるんでしょうね。まあ、しかしアホなことをしてますね。これ毅然とやればですね、岸田の支持率が上がるんですよ。間違いなく上がりますね。この普通の保守層とですね、ネトウヨ的なですね、まあ、どっちかというともう熱心な右派ですね、もう岸田入らないでってなるわけですよ。もうそのあたりですね、岸田の本当に外交外務大臣を4年半もやったのにですね、外交センスのなさというものがですね、総理になってからの方が際立ってますよね。もし今総理が安倍さんだったらどうしたかということをですね、考えるべきではないんでしょうかね。いや本当にね、それを考えると安倍さんって偉かったなと思うんですよ。いろいろ間違いはやらかしましたけどね。
まあでも概ねはですね、概ねは日本を良き方向に導いていたなという気はします。安倍さんが総理の時にはちっともそう思いませんでしたけどね、私は。はい、ということで一応この呼びかけましたザクザクのですねアドレスを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。